メダルこっちです。ジェイソウルゴブルダー、ヒロイだ。はい、今回の動画はこちら、エゴクリエイター混合インコの続きになります。前回の動画でこちらの熱帯魚を組み立てました。今回の動画でこちらのカエルに組み替えます。はい、混合インコと熱帯魚の動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではカエルに組み替えます。組み替えました。ちなみに組み立て10分かかりました。で、こちらのカエルなんですけど、個人的に思ってたよりちょっと小さいかなって思います。色なんですけど、これどう見ても毒ガエルっぽい色に見えます。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになってます。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の作りに関しては結構すごいよく作られています。続いて前足はこのようになっていて、前足のこの部分が植物パーツでできているのが結構面白いです。そして後ろ足はこのようになっていて、後ろ足も前足のようにここが植物パーツになっています。上から見るとこのようになっていて、こう見るとすごいカエルっぽく作られているところがとてもいいと思います。はい、こちらのカエルの可動範囲について説明します。まず頭部は動かないんですけど、口がこのようにちょっとだけ動きます。前足は付け根が固定になっていますけど、この手の部分がこのように稼働します。後ろ足はボールジョイントになっていて、このように稼働して、この部分が前足同様こんな感じで動きます。はい、稼働範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。稼働範囲については個人的には思ってたより少なかったんですけど、こういったポーズが取れるところがとてもいいと思います。では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、大きさ的にこれミニフィグが乗ってもいいんじゃないかなとりあえずちょっと一回乗せてみます。おー、はい、ちょっと無理やり感はあるんですけど、乗せてみるとこんな感じです。続いてレゴマリオと比較するとこんな感じです。あー、なんかマリオのキャラクターにこういった大型のカエルいましたよね。名前忘れたんですけど確かいた気がします。これもちょっと無理やりなんですけど、マリオを乗せます。よいしょと、おー、ちょっと危ない、よし、おー、はい、無理やり乗せてみるとこんな感じです。はい、レゴクリエイター混合インコのカエルはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター混合インコカエルに組み替えてレビューしてみました。今回組み立てたこちらのカエルなんですけど、少ないパーツでしっかりと再現されているところがとてもいいと思いました。あとは手足のパーツに植物パーツが使われているところがとても面白いと思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイター混合インコの3つの作品を全て作り終えました。個人的にこの中で良かったのは、最初に作れる混合インコとカエルです。まず混合インコなんですけど、造形自体がすごいよくリアルに作られているところがとてもいいと思いました。ただ個人的に唯一残念な点を一つ言うのであれば、止まり木から取れないというところが、ちょっと残念かなって思いました。続いてカエルなんですけど、少ないパーツでよく再現されているところがとてもいいと思いました。個人的に言えば植物パーツで前足を再現しているところがとても面白いと思いました。今回組み立てたこちらの混合インコはオンラインストア限定品となってますので、気になった方はぜひ組み立ててみてください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。